ジャル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 。はい、こちらカスタマーセンターでございます。あ、すいません、はい、ちょっと故障なのかどうか分かんないんですけど、はい、再生できなくてですね。あ、はい、かしこまりました。はい、型番を伺ってもよろしいでしょうか。型番ってどこに書いて、ですね、DVD のデッキプレイヤーのですね、裏の方にステッカーが貼ってると思いましてですね、そこに品番が書かれてるかと思うんですけども、ちょっと待ってください。はい、これですかね。DW、 はい、はい、T の693-123K です。 123K、 はい、かしこまりました。今どういう状況でよでしょうか。ですね、再生が、はい、できないっていう感じです。DVD は、ディスクは入っている感じでしょうか。あ、入ってます。はい、はい、うんともすんともっていう感じで、はい、ご確認お願いしたいんですけども、はい、電源ボタンは赤ランプついてますか。電源は入ってますね。再生ができないっていう、はい、それは本体メニューは出るんですか。はい、本体で再生ボタンを押しているのか、リモコンで再生ボタンを押しているのか、両方試したんですけど、はい、はい、どうにもならなくて、押した感覚としてはいつもと同じ感覚でしょうか。カチッという感じはありますか。あ、もちろんです。はいはい、はい、DVD は入っていますか。入っていると。入ってます。まあ、一応ご確認なんですけども、ディスクは裏表は間違いない。はい、あ、それは間違えてないです。はい、はい、表の柄が、はい、ちゃんと。あ、そうですか。はい、ちなみにこの DVD なんですけども、はい、ブルーレイではないですかね。DVD です。はい、DVD ですか。はい、はい、かしこまりました。ですね、それもしレンタル用とかであればまたいろいろこちらも対応が変わってきましてですね、購入された DVD なのか、レンタルした DVD なのか。購入したものです、ね、購入したものですか。はい、久々に、はい、久々に出たからかな。はいはい、DVD プレイヤー長らく、あ、DVD プレイヤーは使ってるんですけど、この DVD 自体が、はい、あ、古い DVD になるんでしょうかね。いや、古くはないですね。はい、はい、5年ぐらい前ですかね。はい、5年ほど前の DVD ですか。はい、はい、ですね、古い形ではなければね、DVD の形って変わんない。2018年製ぐらいの DVD でしょうか。そうですね、ちょうどその時期がですね、DVD がやつ、いろいろ変化がありましてですね。え、そうなんですか。はい、ちょっと型が変わりましてですね、ちなみに映画でしょうか。あ、違います。エロさ満点 DVD、はい、まあ、映画、そうですね、はい、だから、はい、なんか自然の、うん、映画ではないですよね。ドラマというか、大自然の景色みたいな。まあ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 ね、はい、個人的に大自然の景色 DVD で見る方はね、あんまりいないと思いますけど、おしゃれなカフェとかではね、たまに永遠に流れてることありますけどね。うん、はいはい、ああ、いや、まああんまりいないですかね、確かに。 Amazon のね、たまになんかサーフィンなんか永遠にやってる DVD とか名前流れてますけどね、おしゃれなカフェとかで。あんまそれ個人的に家で夜この時間見ないでしょ。まあ、バンバン叩いて直します。あれです、なんか大丈夫です。なんか、いや、いや、おっしゃりましたよね。何をですか。いや、エロさまん、何ですか、すみません。あ、いやいやいや、ごめんなさい。エロサバンナ、エロサバンナって。サバンナに。エラサバンナですよね。何、エラサバンナって何すか、それ。いや、違いますよ。そんなタイトルじゃないです。いや、まあまあ。男同士。エラクサバンナってことですか。男同士なんですが、もういいですよ。顔も知らんし。お互い。やん。何がですか。顔も知らんないから。顔、いや、意外に一回じゃあバンバン叩いてみますんで、はい。いや、エロムービー見てるんであれば、こっちも対応変わってきますんで、実は DVD の方が違うんですよ。あ、僕見ないですね。うん。見ないですね、じゃなくて、顔も知らんないから。声だけやねんから、今、お互い。肩が違うっていうことはない。DVD の型、年代によってそんな変わるんですか。変わったんですよ、2018年に。なんか、じゃあ
それ以前のデッキやと再生できないみたいな。そうです、そうです。何回も見たことある。何を？え、あのこの大自然の景色。いやもういいや、そことはしないから、はっきり言うな。何がですか？何これ？エロムービー見てたの。エロムービー？何ですかエロムービーって。久々に購入するタイプかい。え、何すかこれ。エロさに信念持ってるタイプや。どういうこと？いやいや、エロさとちゃんと向き合ってるタイプのやつや。何者ですかあなた。直してくださいよ。無料サンプルとかもうありえへんと思ってるタイプのやつや。直してくださいよ。本気でエロいやつや。見たいのに大自然。どういうこと、すみません、教えてください。ほんまに男らしくて、あのバン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 叩いて直す。はい。え？いや、それはまあ多少。僕結構ね、無料サンプル見るタイプなんですよ。はあ？ほら、来た、怒っとんで。いや、僕は、いや、何？その無料サンプル見てるタイプって言っただけで、はあ？って言うて、ブチ切れてるやん、一瞬で。いや、僕は知りませんけど、その業界盛り上げるためにも、そこはちゃんと課金しましょうよ。本気でエロいやつやん。いや、僕はそういう業界で知りませんけど、どの業界でもそうですやんか。一番熱いやつやん。課金しましょうよ。それあれでしょ、違法なやつですか。いや、無料サンプルなんで。いやいや、サンプルでは分からんって、何にも。ちゃんと冒頭から課金して、ちゃんと全体の作品を見ないと。冒頭から見るタイプや。あんなサンプルなんてね、あんなそんなちょっとつまんで出してるだけのやつでしょ。あ、何が分かるんですか本来の作品の良さの。何にも分からないですよ。フルで見た方が絶対エロいねんから。はっきり言うて。いやいや、はっきり言うて。もういやいや違う、どの業界もそう。フルで見た方が絶対エロいやん。いや、それはもう個人の好みがありますから。いや、どの業界もそうでしょ。え？違います？何がですの？フルで見た方がエロいでしょ。いや、僕全体あらゆるジャンルの話してるから。いや、からん、業界エロいってどういうことや。いや、そうでしょ。ちゃんと見た方がエロいって、しっかり見た方がエロい、どういうこと。エロティシズムがあるでしょ。なんて言ったらいいんかな、魅力っていう意味ですよ、この場合のエロいっていうのは。エロティシズム、なんて言うかな、全体で見た方が魅力的やん。業界のためにも課金せんと。そういうやつがおるから業界が発展せえへんねん。ほんまに切れ。ほんだら新作出えへんやん。ほんまに切れ。業界が衰退していったら。あの DVD を買うのと、あの配信映像買うのだったら一緒ですよね。別に配信映像買うんだったら、うん、間違いないですよね。いや、まあ、 あの無料サンプル見るよりはマシやな。マシ。うん。いや、マシって。マシってどういうことですか。いやいや、DVD か、やっぱあのケースとか買うことに価値があるみたいなことですか。いや、それはもうそこは強制できんわ。うん、そこは強制できん。そっちの業界もあるよ、そら。ジャケット作ってね、うん、どういうジャケットがいいやろなって考えてる人もおるよ。うん、まあ、それその時代もあるからね。それは今もう配信を購入して見てるんやって、それええやん、ええことやん。もう語ってるやん、最初隠してたの。ほんまに俺返事してないで。どの業界もそうやんか。それ一番意味わからんね。ほんまにどの業界もエロいってやつ。全体のこと考えんと。無料のサンプルちょっと見れたらええわちゃうやろ。あの DVD デッキ、ほんまに愛してんやったら、うん、横にですね、あのちっちゃいボタンみたいなのがあると思うんですよ。ちっちゃいボタン、細い、うん、ちっちゃいボタンって言って、あのシャーペンの芯で続けるぐらいの細さの、うん、そこをパッと押してみてください。それ昔のゲームやないねんか。そんなこれ最新のやつちゃうの、あんな写真で押すやつ。ちゃんと最新の機器で見てるやん、こいつ。
一番綺麗な映像で見ようとして、デジタルがって一気について話したら消えた。やってみてください。リセットするやつ。はい。ほんまかこれ。はい。よし。ね。あ、ついた。はい。こんな単純なもんなんですか。そうですよ。ああ、いや、ありがとう。じゃあ次からここじゃあその DVD デッキなんですけども、はい、画質の最上級のやつの設定してますか。え、そんなあるんですか。ありますよ。え、やってない。あ、設定ボタンから画質選べますんで。え、マジっすか。はい、通常の購入時のままだと低画質になりますので。え、そうなんですか。はい。え、高画質できるんですか。できます。うひょーい。超プレミアム高画質もできます。え、何それ。え、それってなんか でも負担かかりますよね。あ、これはですね、ただ課金制度になってますよね。これってでもテレビの問題じゃないんですか。はい、DVD デッキが画質変えれるんですか。変えれます。いや、モニターの問題でしょ。ただメーカーにですね、はい、月額ちょっとサブスクになるんですけども、6000円課金していただくと、はい、超プレミアム高画質になります。あります。即答やん。え、わかります。はい、迷いなかった。もう即決すぎる。明らかに高画質。が滑舌悪なってるやん。もう全然もう見て分かるぐらい高画質。はい。ああ、払います。はい。もう払いますが、はい、早すぎて。はい。引き取られへん。はい。また教えてください。はい。ここはヘルプセンターなので、ちょっと違う。ああ、すみません。ごめんなさい。はい。また説明書の方に書いてますんで。説明書に書いてますか。はい。あ、わかりました。説明書今パッと出ないんで、サイトとかで。あ、サイトからも行きますよ。わかりました。ネット申し込みもできます。あ、わかりました。わかりました。はい、はい、ネット申し込みだと1000円安くなりますんで。あ、そうなんですか。はい。書面での申し込みやと6000円です。あ、書面で申し込みます。もう男らしいな。1円でも多く。でもこれは関係ない、こっち側の問題やから、儲かんのは。それ分かってない。盛り上げたいんでね、やっぱり業界全体を。 DVD デッキのメーカーに課金しても盛り上がらんって。いや、ありがとうございます。いろいろ教えていただいて。いえいえ。はい、これで最高の大自然見れるわ。まだ言うてるやん。そこその設定守ってんねん。バレてんの。ありがとうございました。はい、僕はじゃあ今から無料サンプル見ます。おい、めっちゃ切れるやん。いや、あかんて。急に怒るやん。無料サンプル見ていいなと思ったらちゃんと課金しなさいよ。わかりました、うん、そこはもう当たり前らしくいきます。当たり前、業界のこと考えたら、はい、新作出んようになるで。男らしくてエロい。今度新しい無料サンプルも出んようになるんで。男らしくてエロいな。こういう友達一人は欲しいわ。ありがとうございました。いいえ。うひょい。聞こえてる聞こえてる。